隅田から注目の西川、高平とのマッチアップ、剥がしてスリーポイント、きた、西川に戻す、松本がいいディフェンス、なかなか打てない、ロングスリーになります。西川沈めていきました。西川にはやん、松本がしっかりとディフェンスでついている。ここも腰を落として守っている。ファイで引っ掛けて西川のスリー、きた。先ほどの西川のスリーポイント、ファイパブムールのスクリーンを使って隅田から西川、ここも山本、松本が激しいディフェンス、ファイトに行く、引っ掛けて西川3本目、きた。しかしここも長崎が守備でついている。もう一度組み立て直し、隅田ディナイしている、張又、そこからポケットパス、 TK、 やっと来た。テレンスキング、3はあまりないキングですが、隅田に戻して、さあ井上ドライブでいく、ここは空いた、お見事井上亮太、隅田が取った、そのまま左のコーナーに行く、井上3、来た、リバウンド差が、隅田ボールプッシュ、行くか行くか、キックアウト、井上2本目、来た、ミスターバルーナーズ2本続けての3です。このペイントアタックから外が相手の井上の3、残り3秒、奪った、佐賀の守備が勝る、そこから3対2、アウトナンバー西川、今日13点目、ヘディング、キャッチアンドシュート、マットボンズが強い、ブロックショットはフィーラー、ここはじっくりいく、西川キャッチアンドシュート、きた。さあ隅田がベースラインドライブ、そこから岸田ドライブ仕掛けてバンクショット決めています。後半光り始めています。さあ一方の TK はどうだ、 TK に回る、バンクショット、アギラルをかわしてきました。そこからもう一回フィーラー、残り6秒です。ショットクロックなくなってきた、フィーラータフショットになる、あーこれを沈めます。頼りになるフィーラーです。隅田ここはかわしてテネスキング、ここは軽やかに決めていきます。そのキングがスクリーン、もう一回自分でスリー打ってくる、隅田、ここにはボンズがナイスディフェンス、オフェンスだけではないというボンズのディフェンス力です。ここは2面ゲーム、キングオフェンスリバウンド、もう一回押し込みます。ここも3は打たせない長崎のディフェンス、隅田そこから2面ゲーム、空いていた三原、32番、そして巧みなドリブル、そこからまたギブス、ギブスには西からパックして守る佐賀のディフェンスをかいくぐる、オフェンスリバウンド残せるか、隅田空いています、オープンショット、こぼれてフィーラーか、三原が抑える。さあまだ2-4-1いけそう、テレンスキング決めた、岸田に戻す、この時間帯のポイントガードは岸田、そこからキング、エンドワン獲得、このプレー岸田からのパスを受けてリバウンド、ボール奪ったのは佐賀バルーナーズ、守備でボール奪った、西川からキング、剥がした、おサンドダンクだ、呼びます西川、ここには高平、そこからローポスト、お見事テレンスキング、見事な連携でした。隅田そこには松本、隅田剥がした、オープンスリー、きた、18点差です。さあ徳川激しくいく、スティール狙った、ターンオーバー、徳川のナイスディフェンス、そして徳川かわして決めた、隅田明日につながるプレーを見せたい、リバウンドファイブムール、フックシュート、エンドワン獲得です。汗をかく、この体を張ったプレーで佐賀を引っ張っているファイパブムールです。隅田と戻して、最後のコールは隅田から三原、
最後は3つが決めた。最後に3つオンファイヤー。